皆さんこんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2016年12月29日ということで、残り2日となりました。毎年ですね、最後の2日に書くブログ記事っていうのは決まっていますので、今日はもう29日にですね、その動画を撮ってみたいと思うんですが、何かというとですね、月末最終日にいつも撮ってるのが今月のブログのいいね数ランキングというのを発表してるんですが、ただ年末に限っては1年間のいいね数ランキングを発表するので、12月分は1日前の12月30日に発表になります。ということで、12月30日分の12月に投稿したブログのいいね数ランキングを発表していきたいと思います。早速ですがご覧ください。こちらになります。はい、第1位ですね。第1位これなのかって感じですが、30いいねということで、11月、Facebook ページ、いいね数ランキング20が1位になりました。これなんで1位になってるかっていうとですね、いわゆる、おっぱい事件でして、とにかくおっぱい美人っていうですね、ものの Facebook ページの反応率が良くてですね、この投稿するとですね、Facebook ページからのクリック数が増えるので、それを見てですね、いいねが増えるということで、その現象なんですけど、これが30いいねってことで第1位でした。はい、続いて、第2位24いいねなんですけど、これね、超重要なので、これはね、もう絶対見ておいてほしいんですが、ウォンツ、見る、押す、ニーズ、聞く、探す、ネットリアル集客法ということで、まあ、集客っていうことを考えたときに、ネットであれ、リアルであれ、集客する方法の全てがわかるという、15分動画です。で、それには、まあ、ニーズとウォンツと二つね、大きいその切り口があって、その切り口が分かったら、その先に二つまた切り口があって、その先にまた二つ、ネットとリアルという切り口があるということで、全部でね、八つあるんですね。この八つの集客法が分かれば、ね、すべての集客が分かるようになっていますので、ぜひね、これ見てほしいなと思います。そして、続いてこちら、これもね、超重要です。ソーシャルメディアで顧客と交流すればファン増えるのか。これまあ、1年間の、まあ、集大成というかですね、まあ、今年1年を振り返ってみて、僕が最後にですね、先日書いたブログ記事なんですけど、まあ、書いてる通りです。すごい重要で、で、これは15分動画ね、ぜひ見てほしいなと思う、2つ目です。結構いいこと言ってますので、よかったらご覧ください。はい、第3位、20いいね。2016年セミナー講演実績207件56テーマ47都道府県制覇ということで、おかげさまでですね、講演をたくさんいただきまして、テーマも本当にたくさんのテーマでさせていただいたんですけど、まあ、これだけのテーマをですね、こなしていく講師ってこの世の中にいるんかなって僕本当に思うんですけど、まあね、非効率ですよね。本当は 1テーマ、2テーマぐらいで200講演したいもんですけど、こんなに多様化してるっていうことはですね、まあ世の中のね、あらゆる、なんていうの、ニーズが多様化してるってこととも関係してるのかなという気もしないでもないですが、まあそれについて、テーマをね、紹介していますので、よかったらご覧ください。はい、そしてですね、続いてですが、17位、PPC 広告の上に Yahoo ショッピングと Google ショッピングということで、まあ、リスティング広告っていうね、検索結果の上位に広告を出すことによって、SEO でなくても集客する方法っていうのは、もうこれこれね、出てね、何十年も経ってるものなんですけど、その上にですね、Yahoo が自分の特権を利用して、Google が自分の特権を利用して、枠をね、設け始めています。その、Yahoo は Yahoo ショッピングに誘導する。Google は Google ショッピングに誘導するっていう、こう流れが年々強まってきていますので、まあ、この広告ではなくて、この上に出るショッピング枠をどのように利用するかっていうことが、検索エンジン集客においても大事になってきましたので、ぜひこの辺も見ておくといいかなと思います。はい、続いて14位ね。今までの1割が2011年の撮影で、写真2割を Facebook へ投稿。ちょっと日本語が変なんですけど、これ2011年の話なんですね。2011年には、撮った写真の1割が、2011年に撮影だったと。言ってる意味わかりますか？
写真の歴史っていうのは1838年だったかなから始まった、このね、長い19世紀から始まった歴史の中で撮られた写真がたくさんあるんですけど、その1割は2011年撮影だ。つまり、ものすごいスピードで、その、写真がですね、撮られていってるんですね。それがスマホが普及したことによって、ものすごい写真が撮られていっていて、その写真の2割が Facebook に投稿されていってるっていうことです。なので、その写真を使ったマーケティング、写真が投稿されるんだったらどういうふうにマーケティングすればいいかっていうことが、まあ、すごい重要になると思っています。まあ、来年ね、このあたりをちょっとテーマに、講演もしたいなと思っていますが、まあ、もうちょっとね、これ2011年じゃなくて、2016年のデータ欲しいんですが、この5年ではね、相当変わってると思いますんで、あくまでも2011年でこの数字だっていうふうにね、見てもらえればと思います。はい。そして、インスタグラム、保存機能はピンタレストすぐしと予言ということで、まあ、とりあえずね、今回インスタグラムに保存機能っていうのがついたんですけど、まあ、これによって、いわゆるピンタレストが持っていた、ピン機能っていうのが、まあ、実装されたことになるんですね。で、ピンタレストは、その、ピンしたものを自分の、友達、フォロワーに公開するのか、自分のみにするのかっていうのを選べるんですけど、これが選ばない、自分のみしかできないんですが、これがね、利用者が増えてきたら、僕は公開版をね、作っていくんじゃないかなと思っています。そうなったら、ピンタレストは完全潰れていくなっていうことで、なんかそのね、足がかりを始めたんじゃないかなっていうふうに思っています。いわゆるフィードを流れていくものだけではなくて、自分の、ものをね、保存する機能ができたと。まあこれはね、そもそもね、その前にもいいね、するものを見ることができたんですけどね。なぜか、保存機能ができています。はい。そしてですね、Facebook Year View 2016今年まとめ動画の注意点ということで、まとめ動画ね、今年どうでしたかね。あんまり流行らなかったかもしれないですね。去年ほど。まあ僕は動画、ブログ書いたからではないと思いますけど、僕は公開しない理由があるよっていうことで書いたことで、結構深い大事なことを言ってますので、動画の方見てほしいなと思います。はい。そして VR 動画360度パノラマ写真 3D 映像セミナー講演講師ネタ帳ということで、そうですね。VR 動画360度パノラマ写真 3D 今後ね、どんどん伸びていくと思います。このジャンルに関してをですね、記事をね、どんどんまとめていきたいと思っていますので、ぜひですね、フォローしておいていただければと思います。はい、続いては、Facebook ページ連動の Instagram 位置情報を活用する方法ということで、これさらって書いてるんですけど、超重要です。この Instagram を集客に使うって時に、この部分の活用をどうするかってことが、かなり重要になってきましたので、この部分をですね、さらっと、流さないで、深くね、読んでいただきたいなと思います。はい、続いては、2009年9月11日に Facebook を始めてからのチェックイン数。これ、ちょっとね、記事的にいまいちなんですが、まあ、チェックイン数を見ることができるっていうことをまず知ってほしいんですね。で、その、フォトマップみたいに、その、日本地図の上にどこにチェックインしたかっていう数字が出てくるわけなんですけど、まあ、この、機能をね、使ってどういうことができるかってことも、ブログで喋って、ブログで書いてますので、よかったら見ておいてください。はい。そして12位です。どこよりも詳しい25データ集計2016年シングル曲ランキング。これね、めちゃくちゃ大変なんですよ。これね、何時間もかかるんですけど、もっといいね欲しいなと思うんですが、その、今の音楽事情が、いかにね、オリコンでも測れないし、iTunes でも測れないし、YouTube でも測れないし、っていうことが分かるランキングなんですね。その、今の、その世の中はね、どのぐらいこう、多様化してるかっていうことが、このシングル曲ランキング見てもよく分かります。それをね、紹介してますので、ぜひね、ご覧いただければなと思います。で、ぜひね、今日、2010年12月29で、おそらく皆さん見てるときは、12月30日だと思いますので、12月30日のレコード大賞を見る前に、このブログ記事を見とってください。レコード大賞の、僕が予測をしていますので、どうなるかね、見ておくと面白いかなと思います。
はい。そしてですね、2016年12月から変わることということで、12月は選択A表示の変更とありましたが、これ、騒がれた割には全然ね、その後、話題にならないですけど、まあ、主婦のね、ことなので、そんなにビジネス系で関係ないからかもしれませんが、まあ、結構大きい変革がありましたよね。はい。そして11位ですね。2016年12月のハウツアのレビュー動画27本。はい。頑張りましたね。ハウツレビュー動画もですね、なんとかですね、年内1000本達成しまして、来年からは1001本目からね、ちょっとカウントしやすくですね、やっていきたいなと思っていますので、またよろしくお願いします。この15分動画もですね、もう1000本近くなってるんですけど、合わせて2000本ありますんでね、ぜひ見てほしいなと思います。はい、続いては、リピート集客コンサルタント提供のリピートで学ぶ動画11本ということで、まあ、リピート動画は非常に集めてきています。ね、もうすぐ多分300本になると思いますけど、これもかなり面白いネタがいっぱいありますので、ぜひですね、ブログの方、見てもらえればと思います。はい。そして、情報リテラシー論13回目、画像認識技術、そして11回目、苦戦する紙媒体などと続いてまして、あとは恒例のクリック数ランキングとか、いいね数ランキングとかですね、続いています。はい。で、これ9いいね。これいいね少ないんですけど、これすごい重要で、テレビが YouTube やライブ配信に負けずに生き残る秘訣っていうことで、これね、テレビ局の人ぜひ見てほしいんですが、僕も今までずっとですね、その YouTube とか、テレビのことについていろいろ調べてきたんですが、まあ、その集大成とも言えるような、動画なので、おすすめです。はい。そしてこれも見といてほしいんですが、SNS にある口コミをエゴサーチし、リアルで使う仕組みの重要性ということで、これあるね、企業さんが、東京の、電車に乗った時にやっていて、それで、あ、これはね、ちょっとみんなに伝えたいなと思って、ちょっとね、それを拡張して、記事にしましたけど、なんでね、その、エゴサーチが大事か、で、なんで SNS が大事かっていうことは、SNS で集客するためではないんですよね。エゴサーチするためではなくて、本当に大事なことっていうのが、これでわかるんですね。ぜひ見てほしいなと思います。はい。そして、長岡造形大学の情報リテラシー論のネット生配信があって、そして CM を見たくないからテレビ見ないのではない。録画する真の理由。ここと、さっきのこのテレビが YouTube って今ついてるマークのとこと、この二つね、セットで見るとすごいわかりやすいですね。半分同じぐらいの、同じようなこと言ってるんですけど、はい。大事かなと思っています。はい。そしてですね、検査キーワード2016年11月分とか、講演予定とかあります。そんな中で、この Facebook ページ、新しい投稿オプションでアクションを促そうと。これね、僕もちょっと実験始めてるんですが、ぜひ皆さんもですね、始めてみるといいかなと思います。特にね、お店を持ってる商売の方は、この機能を使ってみてもいいと思うし、ね、通販の方もやってみてもいいかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、あとは11月のハウツアのレビュー動画と、平成29年1月から変わることということで、動画を紹介いたしました。ということでですね、無事に2016年、12月もこれで終わろうとしていますが、また来年もですね、ブログはもちろん毎日書いてきますけど、なんかね、また新しいテーマね、見つけていけたらいいなと思っています。で、また大学の授業が、まあ、1月で終わりますので、もう大学の授業中はですね、結構ですね、もう、僕もいっぱいいっぱいで、特にこの、9月から12月っていうのは講演も多くて、そして大学もね、多くあったりするので、もうこれにとにかく振り回される3ヶ月なんですね。これが終わりましたので、もうちょっとですね、いいねが稼げる記事を、書いていきたいと思っていますので、来年ぜひお楽しみにしておいていただければと思います。ということで、まあ、これ明日の反省に出てきますけど、ブログのいいね数見たときにちょっとですね、そういうことを感じましたので、来年また頑張ります。よろしくお願いします。
はい。ということでですね、今日は2016年12月のブログいいね数ランキングを発表しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。